暴君が。ハハ、妙なところで会っちまったな、プリンセス。俺だよ。アンソニー。あのミッション以来の再会だな。この CPU は自己破壊させられたようだぜ。情報収集を続けよう。行くぜ。ラジャ。分かった。必ずハッキングしてみせてやる。ここの計画の全てが分かるかもしれないからな。司令、準備完了です。くそ、ダメか。我々のミッションに協力してもらわねばならないようだ。ただし、全ての行動は私の指示に従ってもらう。死んでる。攻撃開始。ここボトルシップにおいて何が起きているのかは不明だ。オフィス部位を破壊せよ。事態は深刻である。この全貌解明は必要だ。だが最優先は生存者を発見し無事に保護することだ。ブリーフィングは以上だ。サムス、速やかに敵の処理を行いたまえ。奴に遭遇したら迷わずプラズマビームを使用せよ。あの化け物を黙らせろ。グラップリングビームの使用を許可する。アンソニーを援護しろ。これでデータの一部が取り出せそうだ。今すぐセクター2へ行く。生存者が潜んでいる可能性が極めて高い。どうやら人間がこんな風になるってんだ。どう？周りが全く見えねえ。出口はどっちだ？アントニー！上がってこい！撃って、早って！サムス、一体どうした？大将のこと、今はどう思ってる？